堺法一、堺法一、堺法一、法暦十一年七月一日文政十一年十一月二十九日は、江戸時代後期の絵師、俳人、県大創図。本名は、中元、ただなお、陽名は吉継、通称は a 八、字は照正、照政、騎士員。他、途牛、犬善、うぐいす村、アメカーン、京居同人、庭博士、くらい。 楓えで窓とも合する。また配合は、ごく初期は白蹴り、遠花、後に、塗料、寮。強化名は、尻焼きエンジン。塗料の号は、徘徊、強化、さらに浮世絵美人画でも用いている。尾形光林に死シリン派のみやな画風を、背見を取り入れた史上ある遮奪な画風に本案し、江戸リンパの祖となった。神田商船長の姫路藩別邸で、 老中や大老にも認じられる。堺雅楽、頭屋、姫路藩四次、堺正仰青具の次男、第四子として生まれる。母は、お牛松平家の出事で、松平の優の娘、里姫、玄桃院。姫路藩主、堺実の弟。法律は兄に何かあった場合の保険として、兄が、三勤交代で国元に戻る際、 レスキューとしてしばしば仮養子に建てられている。安永六年、1777年6月1日17歳で、元服して宣告を与えられるが、同年たださねに、長男ただみちが生まれると、仮養子願いも取り下げられてしまう。古賀藩主、土井都市厚などから養子に行く話も多くあったが、法逸はすべて断った。理由は不明。こうした。 複雑な環境が法逸を風雅な道へと進ませたと言えるかもしれないが、江戸時代に同じ環境にあった大名指定は多くいたにも、かかわらず、京文化史に名を残した者は、松山摂西や幕臣出身の浮世絵師、長文斎秀行、水野老長などごくわずかしかおらず、法逸の何かを表現したいという情熱は似た、境遇の同輩とは一線を隠している。画学が,が,が,が白い絵は、 代々文化の理解者が多く、兄、忠実も、茶人、廃人として知られ、当時の大手門前の坂池判定は、文化サロンのようになっていた。一般に若い頃の法逸は、大名指定の悪友たちと遊郭に通う、宝刀時代と言われるが、兄の肥後のもと若い頃から、芸文の世界に接近していく。絵は、武家の習いで、仮の葉につき、中橋かの家のかの高信。 1740から1794年、夜間のコレノブに手ほどきを受けたようだが、坂井家は長崎派の創始席、志山親子を頻繁に屋敷に招いており、兄田田真ねには、南品風の作品が残る。また、天明さんから4年、1783年から1784年の頃から、浮世絵師の歌川と春に指示し、史風を忠実に語にす、一方で、 波等の描き方には長崎派の影響が見える、肉筆美人が、松村宇津、再建美術館所蔵、豊春の、松風村さめず、浮世絵、大田記念美術館像の模写なども描いている。法一の肉筆浮世絵は10点ほど現存するとされ、それらは、馴染みの友情を取り上げながらも気品ある姿で描き、知人の大田南保が教師を加算している。法一の美人画は、 初期の磯田古流祭風の作例や末期の長文祭秀行に通じる作品を除けば豊春作と見まがうばかりの高い完成度を示すが自分独自の美人画様式を生み出そうとする関心はなく遊戯的、殿様芸的な姿勢が抜け切れていない画号も新たに持たず配合や強化名を楽観に使い回す態度もそれを裏付けている 廃会は元服と同じ時期頃大名の間で流行していた江戸座廃会の馬場尊義に入門。次第に江戸座の演素、宝井企画を追謀し、その角の都会的で基地に富難解な工夫を、法逸はあっさりとき自在に見得、自身の創作にも軽やかに活かした。書き始めたのは完成2年だが、それ以前の句も含む、国日記、京居館句も、 聖火堂文庫像を晩年まで記し続け、法一の芸術を語る上で大きな柱となっている。後の文化九年、1812年に、ここから実践した、都流の技を観光した。教科においても、当時前世紀を迎え後に、天明教科と呼ばれる、教科連に、進行あり、教科本に法一の句や肖像が収録され、並行して、下作の中に法一の号や変名が少なからず、 登場する。その歌は必ずしも一流とは言えないが、しばしば教科本の冒頭に載せられ、その肖像はおすだれ腰で美男子として描かれるなど、貴公子としてグループ内で一目も二目も置かれていたことを表している。完成二年1790年に兄が亡くなり、完成九年1797年10月18日37歳で、 西本願寺の法主文書に従って出家し、法名、東学院文仙明間の名と、大名の子息としての格式に応じ県大僧図の僧を賜る。法一が出家したか理由は不明だが、同年西本願寺門関へ礼を言うため上落した際、徘徊仲間を引き連れた上に、本来の目的であった門関には会わずに帰ったことから、法一の自発的な発信ではなかったと考えられる。 また、兄が死に、さらに老いのただみが、弟の忠実を養子に迎えるといった家中の世代交代が進み、法律の居場所が狭くなったことや、完成の改革で、強化や浮世絵は大打撃を受けて、法律も天校を余儀なくされたのも、理由と考えられる。ただ、そうになったことで武家としての身分から完全に解放され、市中に暮らす因子として好きな芸術や文芸に、 千年できるようになった。出家の翌年、老子巻き十、または巻き二十二、特に巻き二十二の、是をもって、成人、一を抱えて、天下の式となるの一節から取った、法一の号を、以後修正名乗ることになる。また、谷文長亀田法斎立花の地下げらとの交友が本格化するのも、この頃である。また、市川團十郎とも親しく、 向島百回や八百前にも出入りしていた。法逸が、尾形降臨に支肪し始めるのは、およそ完成年間の半ば頃からと推定される。木村県足堂が観光した桑山ダマの遺構集、エジヒゲでは、創達や降臨、消華道少女らを専門的な職業画家ではなく、自由な意思で絵を描く、本庁の南州文人画と文人的な解釈で捉えており、 こうした知識人の間での降臨に対する評価は、法律の降臨学習にとって大きな支柱になった。しかも、酒井家にはかつて一時降臨が使えており、その作品が残っていたことも幸いしている。また、降臨在住以降も律林南紀礼やあや、総理など、林派風の絵師が活躍しており、林派の流れは細々ではあるがある程度江戸で、需要されていたことも大きい。 四十代初めの法逸画は、水墨を主体とするものが多く一見、派手さに欠けるが、よく見ると新種な実験的な試みや地道な思考の、跡が伺える作品が多い。文化三年、1806年2月29日、法逸は追墓する宝井企画の百回記にあたって、その角の肖像を百0を描き、そこに、その角の句を付け人々に送った。これが、 まもなく迎える光輪の百回記を意識するきっかけになったと思われ、以後光輪の自責の研究や検証にさらに努める。その各百回記の翌年、光輪のこのようか小西家から、小形家の経図を紹介し、文化10年、1813年これに、既存の画伝や陰譜を合わせ、小形流略陰譜を刊行。落観や略歴などの基本情報を抑え、総達から始まる流派を、 小形流、小形流として捉えるという構成決定的重要な方向性を打ち出した。降臨没後100年にあたる文化12年1815年6月2日に降臨100回記を開催。自宅の夜、後のアメカーンで100回記法要を行い、病見時に観音像、小形流院付近200匹を寄付、根岸の寺院で降臨遺木展を催した。 この展覧会を通じて出会った、光輪の誘品は、法一を絵師として大きく成長させ、対策に次々と挑んでいく。リンパの装飾的な画風を受け継ぎつつ、演山、史上早と佐派、南品早伊と若中などの技法も、積極的に取り入れた、独自の射脱で、叙情的な作風を確立し、いわゆる江戸ンパの創始者となった。の研究とは、以後も続けられ、 威木天の同年、縮小版天覧図録である、光林百図を出版する。文政2年、1819年秋、明大を使わし、光林母妃の集築、翌年の石碑海岸供養の時も、金200匹を寄進した。法逸はこの時の考えを、河東まで流れを汲むや、苔清水と読んでいる。文政6年、1823年には、光林の弟、 尾形た山の作品集、け山遺木を出版し、け山の墓の近くにも石踏みを建てた。死の年の文政九年、1826年にも、先の、光林百図を追放した、光林百図後編二冊を出版するなど、光林への追慕の情は、生涯衰えることはなかった。これらの資料は、当時の林波を考える上での基本文献である。また、光林百図は、 後に、ヨーロッパに渡り、ジャポニスムに影響を与え、降臨が西洋でも評価されるのに貢献している。文化十四年、1817年、ネギ氏の隠居書に、大無料、樹刑の天文明家から、アメカーンの被体を掲げたのと、同時期、法律の制作体制が強固になるアメカーンの工房が整えられていく。小賀藩を抱えとも言われる、マキ江寺。 原洋遊祭と組んで、法一支隊による牧絵製作が本格化するのもこの頃である。夏秋草津病部の通称でも広く知られる代表作の銀病部、風雨草花図は、一橋徳川家がかつて所持していたもので、俵屋宗達の名作に影響を受けた、光輪の金病風、風人大神図、重要文化財の理面に描かれたものである。 現在は保存上の観点から、風神雷神図とは別々に表層されている。本作は、風神図の裏には風に翻弄される秋草を、雷神図の裏には周雨に濡れる夏草を描き、風神雷神図と見事な昭和をお示している。晩年は、十二ヶ月課長図の連作に取り組み、法一の画業の集大成とみなせる、工術。文政十一年。 1828年下屋根義氏の、良い、アメカーンで死去。去年68、墓所は、築地本願寺別院、東京都指定旧席。法名は、東学院前県大相図文選、秋田新村氏。門人に鈴木その一、池田古村、境うぐいす、河野、田中加,加えに、山本祖道、野崎加,加え誠らがいる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。